ライブビューイングは、スポーツやコンサート、演劇などの各種文化イベントにおいて、その行われている会場からのライブ映像を、全国各地の公開上映会場に向けて観客に、有料でその模様を見てもらうイベントのことである。初期の頃は、クローズドサーキットとも呼ばれていた。その代表例としては、大物ミュージシャンのコンサート、あるいはサッカー、日本代表のアウェーゲームの試合などが挙げられる。 近年は衛星中継やインターネットの普及等により、他会場での生中継が可能となっており、試合や公演を録画して、時間差を置いての上映を行うものも現れている。2011年には株式会社ライブビューイングジャパンが設立されている。2002FIFA ワールドカップ日韓大会の時に、これを応用し、日本各地のスタジアムで試合の模様をピッチにしつらえた。 立体映像装置であたかもそのスタジアムにフィールドプレイヤーがいるように見せるバーチャルスタジアム構想が計画されたが予算と技術的な関係で取り留めとなったことがあった。2021年現在日本国内においてライブビューイングが上映された会場が最多の記録を持つグループは嵐である。2019年12月25日に開催された東京ドーム公演の 全国329カ所617スクリーンという記録的な数字は、当時最多を誇っていたミューエスの221カ所507スクリーンを上回っている。ありがとうございます。